キリゴンサレスこと、クリスティアン・アルベルト・ゴンサレス・ペレトは、アルゼンチン・ロサリオ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、元アルゼンチン代表、現役時代のポジションはミッドフィールダー。1992年、地元のクラブチームである CA ロサリオセントラルで、キャリアを、スタート、1995年には、アルゼンチンの強豪ボカジュニアーズに、ディエゴ・マラドーナから誘いを受けて移籍。 一シーズンのみのプレイとなったが、翌年には、リーガーエスパニョーラのレアルサラゴサイ移籍した。1999年にはこの年監督に、就任したエクトル・クーペルに引き抜かれて、バレンシア CF へ移籍。チャンピオンズリーグにおいて、グラスゴー・レンジャースとの対戦で、バレンシア史上初のチャンピオンズリーグでのゴールを記録した選手となった。左サイドのポジションで攻守にわたる活躍を見せ、 1999から2000、2000から01シーズンのチャンピオンズリーグ準優勝、2001から02シーズンのリーグ制覇にそれぞれ貢献。2003年に、クーペルが、インテルナツヨナーレミラノの監督に就任すると再び、引き抜かれてインテルへ移籍した。しかし、途中出場での出場が多く、インテルでは思ったような出場機会が得られず、2005から06シーズン終了後、フルスである。 ロサリオセントラルに復帰した。2009から10シーズンは CA3 ロレンソであるマグロへ移籍。翌シーズンには3度ロサリオセントラルに戻りプレーした後37歳で現役を引退した。アルゼンチン代表としては1995年11月にブラジル代表との試合で代表デビューを果たし、以来代表の中心選手として敬遠し2002年の 日韓 W 杯にも出場を果たしたが、グループリーグ敗退を喫した。2004年には、アテネオリンピックにオーバーエイジとして出場し、金メダル獲得に貢献した。2005年10月に行われた、ドイツ W 杯予選を最後に、代表から遠ざかった。1年以上に及ぶリザーブチームでの指導を経て2020年6月24日。 CA ロサリオセントラルのトップチーム監督に就任。ありがとうございます。